肛門腺は結構出たね。はい、了解です。じゃあまたもう1週間以上経ったらさ、あの今度はご飯食べずに来てください。採血しますんで。はい。だからきっちり1週間じゃなくても1週間以上。以上、ね。うん。はい。で、待ち合わせでまたあげてくださいね。それで1週間以上がこの紙もうまだあります？お家にもう1枚。ある？ない。はい。じゃあもう1枚出しておきます。まだつけてってくださいね。はい、で、ごめんなさいね。1日の合計も書いておいてください。わかりました。そうすると嬉しい、助かるね。いや、さっきの人がうーって言ったり、人噛んだらダメだからさ、その時はもう噛んじゃった時はもう、なんかしててもノーって言って、ちょっと一回ストップしてください。で、顔も、今私やってて思ったけど、ここまでは触らしてくれよね。ただこれしようとすると、うーって言うからさ、まあとりあえずはまずここら辺だけ触ってご褒美あげて、だんだんにこう、こうしてもうーって言わんようになればいいんだけど、まずは、顔を触りながらご褒美あげたってください。今しっかりやっとかんとさ、ずっとそういう子になっちゃうと、その後飼うのが大変になってっちゃいますんでね。ダメだよ、あなた。そんなうって言ったら。はい、じゃあいい。はい、で、まあ、あの、もしあんまり痛がってるんだったら、また電話でもいいですから、相談してください。わかりました。はい、じゃあこちら。